皇太子様と小和田雅子さんの婚約を整える納采の儀が4月12日午前、東京目黒の小和田家で行われました。金屏風の前に納采の品の鯛、清酒、絹地が置かれ、皇太子様のお使いの菅野東宮太夫から婚約の役となす納采を行いますと述べると、雅子さんが謹んでお受けしますと答え、儀式は終わりました。その後雅子さんは振袖姿のまま両親と一緒に皇居宮殿に向かい、宅の間で両陛下、続いて皇太子様にお会いになりました。午後から宮内庁庁舎前ではお祝いの一般記帳が始まり、一般市民や外国人も含めた記帳の列は夕方まで続きました。桜が満開の皇居内庭園を散策される皇太子様と雅子さん。結婚の儀も6月9日に決まり、お二人にとって喜びの日が待ち遠しい毎日のようです。